松村敦志蔵から1919 19年1月7日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。男尺。旧名は市木正則。変名は市村勘十郎。後、松村と改正。薩摩藩氏、市木一兵衛の息子として生まれる。1865年、薩摩藩第一次英国留学生として英国に渡り、2年後、 アメリカに移る。ロンドン大学、米国ラドガース大学で学び、1869年12月に、横井佐平太と共に、アナポリス海軍兵学校に入学し、1873年5月に、卒業して、同年11月に帰国。1873年12月、海軍中佐任官海軍兵学寮出勤、英国出張、海軍省本省出勤を経て、 1876年8月、海軍兵学校長となり、自ら学んだアナポリス兵学校の教育方式を導入した。その後もサンド校長となり、海兵教育の発展に貢献した。筑波艦長、副総艦長などを経て、1882年6月、海軍少将に進級。海兵校長、中艦隊司令官などを歴任し、 千八百九十一年七月、海軍中将となり、予備役に編入され、千九百五年十一月十日に、後備役となり、千九百十年十一月十日に、退役した。千八百八十七年五月二十四日、男爵の爵位を受爵し家族となった。没後爵位は、おの松村正俊が継いだ。正俊の妻役は、田尻根次郎の兄、田尻総一の長男。 田尻坂湯の娘。その後、田尻根次郎の三男、秋子が正都の娘婿となり、家督を継いで、松村精鋭を名乗り、さらに、山根一貫の次男が養子となり松村博之として、家督を継いだ。若き薩摩の群像昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が、制作した薩摩藩英国留学生の像。 若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。ありがとうございます。